前張ってなんとか引っ張ってあげなきゃ味方のことって思っちゃったんですよ。ちょっと味方弱すぎてどうしようもないなって思っちゃったんですよね。だから俺が前行って無理しなきゃっていう、そういう感じですね。さあということでね、ここから後付け実況ということです。ずんだです。どうも皆さんこんにちは。ここね、今ガチアグラ52ガロンで潜っております。まあ結構ね、活躍できた試合だけね抜き取っていこうかなと。まあたまたま活躍できたということでね、まあ、初っ端からなんかちょっと味方批判から入っちゃったんですけど、まあね、やっぱ生放送したりしてるとやっぱりね苦情来たりします。まあでもしょうがないですね。やっぱ僕も上手くないんで別に、まあ僕も上手くないんですけど、まあぶっちゃけ味方の方が下手なことの方が個人的には多いんで、まあちょっと普通に反論させてもらおうかなっていう感じではありますね。まあ僕特に52ガロン、まあ、今回持って動画撮ってたりしてたんで、基本的にやっぱ前出て頑張るしかないんですよねっていう。で、前行く頻度とか前に行く深度とかって何で決まってるかっていうと、味方がどのぐらい上手いかで決まるんですよ。ただ味方がめっちゃ上手かったりしたら、そんなに危険なことやんなくていいんですよね。まあ要するにさ、虎の口にさ自分が入っていかなくたっていいわけでも、例えば味方がもうずーっと後ろにいるとかさ、味方がもう全然気を取ってくんないなとか、味方が全然能力低いなってなっちゃったら、まあ自分が余計なことまでして無理しないと、あの勝機ってつかめないんですよ、このゲーム。で、なんか冒頭に僕のこと批判してきた人間に対して僕が言いたいことはそれなんですよね。まあ要するに、お前らが、てかおめえが下手だったから、あの単純に俺が苦労する羽目になったんだよってことを、まあ俺は言いたいわけですね。なんでまあこれが僕の反論なんで、まあもしこの動画見てたら、まあまた僕にね、反論してきてほしいなと思います。まあ僕ブロックしちゃったんですけど、まあ YouTube のアカウントってまあ無限に作れるっぽいんで、まあよかったらね、また僕のところ来て、なんかいろいろ言ってみてください。よろしくお願いします。さあ、ということでね、この試合僕結構頑張ってる。てか、この試合実は苦情を受けたすぐ後なんですけど、これなんでこんなやたらにやる気出してるかというと、いや、俺結構うまいよっていうのをなんか見せたくなっちゃって、まあ、張り切ってやってるってとこはありますね。実際のところ。まあ、あとは、この味方は普通にうまかった。ちゃんと矢倉乗ってくれるし、ちゃんとキル取ってくれるしっていういい味方たちで、こういう時になった時に初めて動けるんですよ。前張れる。つまりなんかその堅実な前の張り方っていうのができるんですよ。だから、その前張るってどういうことかっていうと、僕個人だけのプレイなんじゃなくて、その味方のうまさによっても自分がどれだけ安全かつ、あの、前に行ってキル取れるかっていうのは決まるんですよね。でも味方があんまりにもひどいと、まあ、結局孤軍奮闘で、1対4になっちゃうわけじゃないですか。そしたらまあどんなに頑張ってても活躍なんかできやしないんですよ。で、そういうのをみんな分かってるんですよね、普通のプレイヤーは。下手な人除けば。さあ、気を取り直してね、第2試合目ってことで。いや、でもそろそろ本当に新しいシーズン来るから、僕ちょっと楽しみなんですよね。スプラトゥーンどんな風になるのかなって。ただなんか、更新されてるのを見る限りだとさ、なんかサモラン系の話が多いっていうか、サモランの情報更新ばっかりなんかワクワクしちゃうような情報流れてくるよなと思う。でもこれがまあスプラトゥーン3のやり方なんだろうなとは思ったりしますね。結局のところ。なんか前も話したけどさ、初心者とかさ、普通一般の人からしてみるとさ、ガチマッチやり続けるよりもさ、みんなと一緒にゲームやってる方が楽しいわけじゃん。で、そうするとさ、サモランでさ、ああいうフレンドとかなんかと一緒にゲームやってた方が楽しいに決まってるから、だからサモラン系充実させるのって当たり前なのかもしんないなとか思ったりしました。結局ガチマッチってまあちょっと特殊な人間、まあ一人でゲームやることにドハマりしちゃうタイプとか、まあある程度上手い人間とかっていう向けなわけじゃないですか。だからその人とそのコミュニケーション取るためのゲームとして機能させる方法ってやっぱりサモランなんだろうなって思うんですよね。やっぱ人とすごくやり取りするの好きな人たちっているじゃない。僕なんかその RPG とか大好きな人間だから、自分一人でゲームしてる方が結構好きなんですよ。だからああいう X マッチとかにハマっちゃうんですけど、なんか結構旗の人見てると、あの他のゲーム、なんかそのみんなと一緒にゲームやるのが好きだったりするんですよね。で、そうするとなんか僕みたいな人間の方がむしろ例外的なのかなとか思ったりしますね。はい。ということで、今日の動画ここで終わりです。ちょっと短くなっちゃったんですけど、特にネタがないんでこんな感じ。まあ5分ぐらいの動画もスッキリしてていいよね。じゃあ皆さん、よかったらチャンネル登録と高評価押してください。よろしくお願いします。つんだでした。多分、一目惚れみたいな感じで、プーちゃんに近寄ってきたっぽいから。